ちだ。おい、そっちは道じゃないぞ。覚悟しろ。さあ、先を急ごう。気負わず行こう。ここだ。まさか奥地にこんなところが。なんだこれは、祭壇か何かか。やっていいよ、オシトル。父様のとこへ。いや、やれって何をだ。向こうに戻るあれに決まってるよ。あの変な音がしてブワッて光ってグニャッてするやつ。すまん、意味がわからん。嘘だって、オシトルなら、オシトルなら向こうへの戻り方知ってて。ん？父様言ってた、後ですぐに行くからって。何かあったらオシトルを探せって。きっと悪い人たちに捕まったんだと思う。すぐ助けに行かないと。落ち着け。気持ちはわかるが、そうまくし立てられては考えが追いつかん。だって、シューニャの話はわかった。だがな、正直話が口頭無形すぎるんだ。本当なんだもん。本当に気がついたらここにいたんだもん。ピカーって光ってブーンって音がして。ねえ、動いて。お願いだからアンバシュラーに戻して。 おい、嘘じゃないんだもん。誰も嘘とは言ってないだろう。アーバシュランと言ったか。え、そこから来たんだろう。知ってるの。いや、悪いが聞いたこともない。名も届かないような辺境の地なのか、それともそんな顔をするな。そうだな、午前なら何か知っているかもしれない。もう少しで夜が明けるから。午前？
いいものが取れるか。すっかり夜が明けてしまった。母上や猫根が心配しているだろうな。だがまずは御前のところへ話を聞きに行こう。こんにちは。準備は怠りなく。お声掛け待ってます。こんな早くからとは。もしや例の件で何か分かったのかね。そのことも合わせまして御前にお尋ねしたいことがあります。うん。その前にその娘さんは見かけぬ顔じゃが。シューニャだよ。よろしくねおじいちゃん。ああ、非常に強い。こらシューニャ。構わぬよ。して尋ね事とはその子のことかな。いえ、はい、それもありますが、一つは裏山の奥にある祭壇らしきもののことです。あれか。あんな奥地にあるものをよく見つけたの。いや、すまぬがわしにもわからんのだ。あれはこのエンナカムイが成り立つ以前からあると言われておるものでな。いつ、誰が、何のために建立したのやら。そんなに昔からあったものなのですか。間違いない。幼い頃よくそこで昼寝をしていたからの。いや、懐かしい。そうでしたか。してあれがどうかしたのかの。いえ、偶然見つけて気になったものですから。それともう一つ聞きたいことがあるのですが、御前はアーバシュランという国をご存知でしょうか。アーバシュラン、聞き覚えがないの。もしかすると正式な国の名ではないのかもしれません。そうじゃな。いずれの辺境か。ともかくこのヤマトでは聞かぬ名であるな。やはりそうですか。その地がどうかしたのか。信じていただける話でないと重々承知しておりますが、その父が生きていると。
なんと、パシパクルが。いや、しかし、そんなはずは。父様は死んでなんかない。今もアーバシュランにいる。父様、オシトル、どういうことか聞かせてくれるな。Just don't tell the mother. はい、依頼の件も含めまして。そんなことになっておったとは。おる、それに、すまぬがにわかには信じられぬ話である。オシトル、その娘さんの言うことを信じておるのか。わかりません。オシトル。ですが、信じたいと思います。シューニャと話をしていると、時折記憶の中にある父が重なっ、そうか。改めてお聞きします。午前、アーバシュランという国について何か思い当たることがあれば教えていただけませんか。おじいちゃん、お願い。私、父様を助けたい。わらをもつかむような話になるが、古紙の中になら何かしら手がかりが見つかるやもしれん。古紙？さよう、シノッチャナイという古紙を結び歌う者がおってな。その者を訪ねてみてはどうか。シノッチャナイ。その名は良源。エンナカムイ西方の深い森の奥に住んでおる。今も健在であればよいのだがな。良源殿、ありがとうございます。おしとる、長い旅路になるのだな。そうか、ならば何も言うまい。御前、このことは母上には内密にお願いいたします。いらぬ心配をかけたくないのはわかるが、ことがことだけに知らせるべきではないのか。それは、その、なんというか。ん？そうじゃな。まさか隠し子うんぬんなどとても言えんか。やはや、どうやってごまかしてよいのやら。さて、となれば旅の支度をしないとな。シューニャ、よかったらうちに来るか。母上に心配かけるから、親父のことは黙っててもらうが。いい。父様と一緒って約束してたから。そうか。うん。だから門の外で待ってる。からね。ああ、準備ができたらすぐに行く。
参る。押しとる。体急な話とはいえ、恩あるイラバジ様の使いなのです。無事にお務めを果たす。はい。母上の方こそ、あまり無理はなさらぬように。兄様、私も。猫根はお留守番だ。母上のこと頼んだぞ。なに。兄様。キュール。猫根と母上を頼む。はい、任せてください。それでは行ってまいります。はい、行ってらっしゃい。待たせたか。全然。悪かったな。長旅になるかもしれないから別れを済ませてきたんだ。ごめん。ん？綺麗で思いやりのある母様に、自慢の息子とまだ幼くも可愛い娘。親父が。ああ。自慢の優しい母と可愛い妹だ。そう、すぐにシューニャも会えるさ。同じ家族なんだからな。押しとる。そのためにも早いとこ親父を探し出さないとな。うん、押しとる。あ、ありがとう。先は長い。この辺りで少し休憩するか。ほら、水だ。うん、ありがとう。あれ、首飾りが治ってる。どうした？父様がくれた首飾りが元に戻ってるの。そっか、オシトルが直してくれたんだ。ありがとう、オシトル。いや、俺は何もしてないが。でもほら、直ってるぞ。くっついてるな。ぱっくりと割れてたのに、その跡も残ってないか。なんでだろう。まあいいけど。いいのか、おい。え、元通りになってるんだから気にしても仕方ないよね。そりゃそうなんだろうが、まあシューニャがいいんならそれでいいか。なあシューニャ、なぜ親父と逃げることに、奴らに追われることになったんだ。私にもよくわからない。
父様が今すぐここを出るぞって。そしたらあいつらが追いかけてきたの。なんとか逃げてもう大丈夫だって思ってたのに。父様、私だけでも先に行けって、すぐ追いつくからって。だから気がついたらあの変なとこに立ってた。ここが父様の言ってた故郷だってすぐに分かった。父様がいつも楽しそうに話をしてくれてたから。本当なんだもん。絶対に嘘なんかじゃないもん。分かってる。シューニャが親父と一緒にいたってのは信じてるさ。信じてくれるの？ああ、そのあれだけ親父の面影を感じさせられたらな。ありがとう。眠ってしまったか。こっちに来てから気の休まることがなかったんだろうな。少しの間このままにしておいてやるか。
About that Maui food I went and get. A seed of the Maui food? Oh, I understand. You brought me a seed so that I can grow the food tree myself. That saying goes, Enokemi wasn't built in a single day. I'll do my best to grow this tree. Aw. Right. Good luck, Kiru. Well, that's where I'll end, well, I guess.香りがするね。ここってアーバシュラに。この森の奥に午前の言っていた良玄殿がいるのか。にしても実際会うのは初めてなんだが、どんな人なんだろうな。遅いよオシトル、先に行ってるよ。待て、先走ると危ないぞ。もしかしてここが良玄殿の家か。頼もう、どなたかいませんか。頼もう、頼もう、頼もう。静かだね、誰もいないのかな。にぎやかなこと。どちらも伸びやかで良い声ですね。こんな偏僻なところによくぞ参られました。旅のお方、初にお目にかかります。エンナカムイのオシトルと申します。シューニャと申します。まあまあ、オシトルさんにシューニャさんですか。失礼ながらシノッチャ内の良玄殿とお見受けいたしますが。いかにも私が良玄です。この通り老いて一線を退いた身ではありますが。突然の来訪、何卒ご容赦ください。午前イラワジ様よりあなたの話を伺い参った次第です。まあ、イラワジ様から。ずいぶんと懐かしい。はい、老いてますます盛んであられます。いかにもあの方らしい。結構なこと。実はとある地を探しているのですが、それがどこなのか皆目見当もつかない状況でして、午前に相談したところ、古来の歌であれば何かしらの答えがあるのではないかと。そうですか。どうやら立ち話で済ますようなことではないようですね。道中疲れたことでしょう。まずは中へお入りなさいな。ありがとうございます。では失礼いたします。失礼します。
お客様なんて久しぶり。お茶と何かお菓子でも。マムトゥでいいかしら。お菓子？やった、オストル。お菓子だって。それで、オシトルさん、とある地を探すために手がかりとなる歌を知りたい。はい、アーバシュランという地なのですが、その名が出てくる歌に覚えはありませんか？アーバシュラン、ごめんなさい、聞き覚えのない名前ですね。では、遠く見知らぬ国の歌はありませんか？かつてヤマトと関わりがあり、今では忘れ去られてしまったような。忘れ去られた。もしかして遥かなる楽園。何か心当たりがあるんですか？いえ、それは。何でもいいんです、教えてください。お二方には申し訳ないのですが、あれを歌うのはあまり気が進まないのです。え、そこを何とかお願いしたく。何か知っているのでしたら、その歌をお聞かせください。あの歌は苦い思い出がある。私にとって戒めの歌。そうですか。お願いします、教えてください。シューニャ、お願い、お願いです、お願いします。シューニャ、良言殿、無理を承知の上であえてお願いいたします。これこの通り、どうか。頭を上げてください。譲れないわけがあるのですね。わかりました。一度きりでよいのなら、あの歌をお聞かせしましょう。本当？ありがとう、妖言さん、ありがとう。いいのです、その代わりと言ってはなんですが、一つお願いを聞いてもらえませんか？Okay. 何でしょう。俺たちにできることであれば喜んでさせてもらいますが。それなのですが、森の奥の蔵にしまってあるトリコリを持ってきてもらいたいのです。トリコリ？ああ、楽器のことですか。わがままを言うようで申し訳ないのですが、歌うからには思い入れのある楽器を奏でたく思いまして。わがままなどそんな、俺たちが無理にお願いしたことですから。そうだよ、こんなのじゃお礼になんないかもだけど、このくらいはさせてほしいの。こういうのって朝ごはん前って言うんだよね。ありがとうございます。最近蔵のあたりに何かが住み着いたらしく、寄りつけなくて困っていたのです。何かって？姿は見たことがないので、それが何かは分かりません。ただあの辺りに近づくと、何者かが木の実を投げつけてくるのです。モンキー。それだけなので危険はないと思うのですが、木の実をぶつけられるのは地味に痛い上、衣服が汁まみれになってしまい。そうですか。汁まみれに。オシトル、私ここでお留守番してよっかな。 Oh, but you won't get any XP. さあ、さっさと行くぞ。朝飯前なんだろう。お留守番してるの。どうかお気をつけて。なんとも慌ただしくて微笑ます。きっとこれも
お導きなのでしょうね。そうだな、それらしい気配も感じられなかったな。もしかしていなくなっちゃったとか。さてな、それは分からんが、ひどいありさまだな。どれくらい手入れができていないのだろうか。え、押しとる。どうした。何か動いた気がする。あ、いや何も感じなかったが。気のせいなのかな。あ、なんだやっぱり気のせいかなんて。やっぱ動いた。今動いたよね。シューニャ、何遊んでるんだ。オストル、葉っぱが動いた。葉っぱが。そりゃ風が吹いたら葉っぱぐらい揺れるさ。案外怖がりなところがあるんだな。オストルってば。そんなに心配するな。何かいるのなら気配ですぐわかる。それよりシューニャも探すの手伝ってくれ。本当だったら葉っぱが動いてわさわさって。まったくさっきから何を。おお、危ねえ。ほーら、人の話を信じないからバチが当たった。Now let's attack the bush. のんきなこと言ってる場合か。なんだこいつ。そうか、こいつが両元殿の言ってた妙に気配がしないと思ったら、まさか植物だったとは。ん？もしかしてこいつ、ノヤリムサか。ノヤリムサってあのすごく酸っぱくて甘かったあれ。ああ、そういえば種を飛ばすためにまれに動いたりするらしいが。しかし、オシトル、どうするの。なんでこんなことになっているかはわからんが、両元殿のためにも退治した方が良さそうだ。そうかもだけど、ちょっとかわいそうだよ。あんな美味しい実をつけるのに。シュニア、避けろ。え？うめえ。何これ、酸っぱ渋い。 Okay, that's just a dick move. いや、そのままだと超絶に渋く、とても食えたもんじゃないんだが。うめえ。カモン。もしや、身を食わせようとしている？そうすることで種を遠くまで運んでもらおうと。ねえ、オシトル。あ、いや、そんなことより大丈夫か。やっちゃうの。やっちゃうよね。やっちゃうんだよね。さっきと言ってること違わなくないか。気持ちはわからんでも。王様が言ってた、食べ物の恨みは恐ろしいんだぞと。ああ、うん、せめて両元殿のためって言ってあげような。うん、やろう。いい感じ、いい感じ。
本気出していい？That's sweet. やれやれ、違った意味で恐ろしい敵だった。さて、あとは頼まれ物を持って帰れば。そんな落ち込むな。ほら、手ぬぐい。とりあえずこれで顔を拭いてだな。仕方ないな。さっさと戻って両元殿に湯を借りようか。捕まえた。ん？まさかお前。どこで拭いて。やめろ、俺の一丁だが。今のうちに距離を稼ごう。およ。調律も申し分なし。よい、ありがとうございます。さぞかし大変だったでしょうに。本当だよ、もうすごく大変。いえ、それほどでも。それにしてももう一度この歌を歌うことになるなんて。それでは一つ吟じてみせましょう。食材富の輪
はもうして女神の去りし隠りようなり。綺麗な歌だね。懐かしいような悲しいような、そんな感じがする。ありがとう、シューニャさん。西風に向かいし、死の砂漠。この歌は宮廷で歌う栄誉を賜った折に帝に献上した歌なのですよ。帝に？そんな名誉のある歌だったのですか？はい。そして不況を買ってしまった歌でもあります。それはどういう？一世一代の栄誉。私はなんとか帝に喜んでもらえるようにと半生をかけて集めた話から、この古の桃源郷を奏でた歌を再編しました。確か帝は古のものを好まれたと。はい。遺物を献上したものなど莫大な財を貸しされたとか。ならすごいご褒美をもらえたり。あれ、でも。はい、それは過分なほどの財と、このトリコリオ良元さん。そしてお褒めの言葉のあと、帝は静かにこう、素晴らしい歌である。だがその歌、衆目の場で夢歌うことなかれと。どうして？すごくいい歌だったのに。未来ある民草がワルサムに惹かれ命を落とす様を世は見るに忍びぬ。私が浅はかだったのです。この歌が世に広まった先のことを失念していたのですから。そういうことでしたか。どういうこと？帝は懸念なされたんだ。この歌を真に受け、桃源郷や秘宝を求め命を落とす者が現れるのではとな。そんなの仕方ないんじゃないかな。父様が言ってた、己の人は己の行いに因果自己責任だって。因果応報な。まあ何か違う気もするが。私たちシノッチャナイは歌を紡ぐとき、様々な要因を考慮せねばなりません。ですが舞い上がっていた私はそれを失念した挙句、あろうことか帝にたしなめられてしまったのですから、それ以降戒めとしてこの歌と虜を封じ、二度と歌わないと決めていたのです。どうして？ちょっと言われただけなのに。シューニャ、帝は我らヤマトの民の父であり太陽、そのお方にたしなめられたとなればな。すみませんでした。まさかそのような事情があったとは知らず、無理に歌わせるような真似を。ごめんなさい。いいのですよ。あなたたちのおかげでこうしてまた歌うことができたのですから。こんな満ち足りた気分なのは久しぶりね。そう言っていただけると。しかし我ら民の心配をなされるとは慈悲深きは。お、待ってください。今なんと良元殿、帝のおっしゃられたことをもう一度聞かせてもらえませんか？ええ。そこではなく、もう少し後の下りを。
未来ある民草がワルサムに惹かれ。ワルサム、帝は確かにそうおっしゃったんですか？ええ、昨日のことのようにはっきりと覚えています。オシトル、どうかしたの？死の砂漠、帝のおっしゃられたワルサムとはおそらく西の果てにあるワルサム砂漠のことだ。そして歌にあった死の砂漠の先にある名も知れぬ桃源郷。あ、もしかしてそこがアーバシラン？確証はないだが、どうやら何かを見つけたようですね。はい、大変役に立ちました。ありがとうございます。ありがとうございます、病原さん。私の方こそ、あなたたちのおかげでこの歌に持っていた心の使いが取れました。うん、病原さん、歌また聞かせてね。喜んで、いつでもいらっしゃいな。待ってますから。この森を出て街道を西に向かおう。うん、ワルサム砂漠に向かうんだよね。